デイビスはもう第1クォーターで10点です。そうですね、フックシュート今のアタックもそうですけど、はい、まあ、切り込んでいく役割を与えられているという安岡です。はしっかり成功している秋田、決めきれない。谷口からトラトリーにパッチスコットがボールを奪って、田島スピードがある、後ろに戻してかわしてからのシュートを決めた。勝負に行く、キックアウトから谷口、スリーポイント決めていきました。谷口3本目のスリーポイント、ようやく決まりました、はい、いいですね、打ち続けてますね。で大阪は DJ ミュービル、はい、まあ、ゾーンの場合はちょっとこのリバウンドのところをね、少しだけ見たいですね。おお、決まった。右手小口を握りました。谷口今日初得点になっていきます。リップうまくかわしてからまた来た。チーズチャレンジ、谷口、ゴー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 、来ました。今取り上げたばかりの谷口大地、素晴らしかったですね。スリーポイント、これはいいロールターンだ。ナイスターンでした。谷口スリーポイント、おー、ここは谷口スリーポイント決めていく。谷口得意のスリーポイント、これが決まります。まあ、ね、バックだ、中村決めていきました。まあ、高橋が抜けてくるキックアウトから谷口スリーポイント大きなバウンド吸い込まれていきました。高橋に入ってきて谷口スリーツー、もう迷いがないですね、はい、本選手に対して福田選手がより強くしてた分、あ、なるほど、オープンになりました。